いうえお菓子したかきくけこんなにもさしすせソフトクリームコーゾロップで。なんか女性声優の中でがっつり仲がいいって言うと珍しいよね、なんか。え、本当ですか？常に一緒にいる感じが。常には一緒にいないです。いや、でもそんなこと言ったら、常に一緒にいるっていう印象で言ったら、うん、私だって松岡さんと信長さんも常に一緒にいるなっていう、まあ、イメージですよね。イメージじゃない、ちょっとイメージじゃない、聞いて、小話聞いてください。私は友達とご飯に行きたくて、で、私ちょっと遅れてて、で、後から入ったんですよ。で、後から入ったらそのお店すごい混んでて、うん、私の先になんか男性2人組がなんか待ってたんですよ。で、私は予約してたんで、入りたいな入りたいな、ちょっとなんならこの人たち邪魔だなって思ってたら、それがなんと松岡信長コンビだったんですよ。と思って、俺もね、あの時仕事終わりでね、うん、まあ、信長が、はい、今日はあの羊の気分だって言って、うんうんうん、って言って待ってたら、バッて言って、はい、スッて入ってきた女性がいて、そうですよ、で、先に信長がん大西さんじゃないって言って、恥ずかしい、いやでも大西さん気づくでしょ素通りしてたからね。いやいや本当にあのプライベートの声優ってオーラないんだなって思いました。いやちょっと待って、あのこの職業をやっていろんな作品出てるけど、人は人じゃん。だから、いや私もよくあるんですけど、うん、フルメイクしてると、うん、意外とこう気づかれて声かけてくださったりとかするんですけど、うん、すっぴんでフラフラ歩いてると誰も気づかないんですよ。男なんですよ、すっぴんじゃん。いやだから、うん、オーラがないんですよ。あのさ、それ言うとさ現場でもオーラないみたいな。いやいや現場ではこう仕事してるぞオーラがあるじゃないですか。まあ、みんなでね一つの先に向き合ってそうですそうですそうです、やってるから。あ、そっか、そんなだからアフレコしてる松岡さんの背中とかはめちゃくちゃかっこいいですよ、うん、そりゃ。でもラムシャブにラムシャブに並んでる松岡ゆすがただの男なんですよ。だから誰だってそうだよ、そんなこと。全然気づかなくて夢を見すぎなんだよ。そうですね、そうですね、うん、いやそういうね、あの珍事件みたいなこともありましたからね、うんうん、何の話ですか、オープニング長い長い。そうね、あの、はい、そろそろ行きますかね。はい、では